ムさん、ここでしたか。ティファが、その、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした。もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。わかった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか。ダメだ、俺兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか。だから兄貴の立ちさばき惚れ惚れしました。こうズバッズバッズババって俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この悩める青年に何かアドバイスはありませんか。ない。そんな、じゃあ俺はここで、いやその足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。お前か。推薦状は手に入れた。ん？あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん、やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけどな。ん？おい、どけって。偽物じゃねえぞ。散れ散れ。どうぞ。お待たせ。エアリスなのか。うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。うん、それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ聞いたけど心配だもん。はあ、ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほらこっちこっち。どこへ行くつもりだ。私マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん、ね、えその服気合い入ってるね。どこ行くの。結構かわいい。あ、何言ってんの。役なって、世界一かわいいな。かわいい彼女、僕とお茶しない。あの子に当たる有利を積み込んじまった。2時間もよく
五緑将ってとこかな。服に着られてる。夜の街に咲く可憐な迷っちまった。着きましたぜ。ここはミツバチの館。代理人のアニアンクーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、ナムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい、するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた。あのマムガだよ。だからまっすぐ事情を話してみよ。当たって砕けろね。ディファを助けるためでしょ。なんかいらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアンクーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ。アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ奥のステージへどうぞ。ステージ。ええ、さあ奥の扉までお進みください。おや、クラウド、うん、へえ、あんたも隅に置けないね。アニアに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい。ダンスで証明してもらおうか。私について来られるかな。
ちゃいいね、キュンとしたよ。いいだ、腕によりをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。本当の美しさは心持ち次第。いいかクラト、美しさは女も男もない。物怖じせず。